Okay, so this is your good friend John Doe. You're the ghost of his report. Right now, we're in the heart of the beast here in Kasumigaseki, Tokyo. We're witnessing the Japanese standing up and continue to fight the state secrets law that was recently passed in Japan, officially returned Japan back to a state of fascism. All right. So let's see what's going on here. Okay, if you see those banners are holding up, I have one in my hand right now too. I'll give you a close-up shot of this, okay? As best as saying, no state secrets, they want freedom. They don't want fascism. You have to understand, these people are beyond angry at this point, okay? They've really, really had enough.絶対になってはならない人間が政治家になり、しかも総理大臣になってしまったがために、なんで世界中の人たちがこんなに辛い思い、悲しい思いをしなければならないんですか。普通じゃない病んだ戦争をやりたいなんていう人間が、なんで総理大臣なんかになって、 What the hell is the LDP think they're doing? Who the hell is Abe think he is? Basically. アメリカも同時多発テロが起こった時に、これ言おうかどうか迷ったんですが、テロには屈しないとかいう言葉をよく聞きました。でも石油産出国であるがために、イラクは攻撃され、一般の病院や学校や一般の住居、差別、多くの子供たちも攻撃され犠牲になりました。 テロに屈しないと言いますけれども、戦争はテロですよ。そのテロを行おうと友達だか何だか知らねえけど、そのテロ、その国と一緒にテロを行うための法案が第一段階。 そんなのあっていけません。なんであんな一人の狂った考えを持った人間のために、何億の人が苦しまなきゃいけないんですか。俺は今までのんとりね来ました。恥ずかしいですけど、でもあれがなった段階から、来てます。これから見つかったんですね。 You see, this is one group of many right now. I'm embedded with this group right now. There's a lot of groups here at the moment, okay? This is one of many. I
no idea how much access I'll be able to get access to what they'll get this evening, considering the current situation here in Japan. I can hear over the distance other groups over there. Of course, there's groups at base camp, and several other rallies are happening right now. Bound for this group right now. They're protesting the fascist state secret law. Our good friends, Metro Police here, planning the planning, trying to figure out what to do. About the people of Japan, standing up for themselves, they just can't stand it. They're freaking out there, you see. The kind of leaders don't know what to do, do they? Oh, There's our good friends, you know, our protectors, huh? Yeah, they're not our protectors, you see. These people are protectors of the bourgeois class. They're agents of the bourgeois apparatus. Not our friends.
So remember these men. Remember what they're doing. And of course, remember their agenda. Because you see these people here. And you see these people here. They're not on the same team. They don't play by the same rules. At all. しかしですね、この村では間違いなく民意がね、ついてるんですよ。いいですか？そもそも自民党というのは、この三元選挙で、国民の16%しか自民党に投票していないんだ。いいか？あなた達は少数派なんだ。これは、世間から言えば、あなたの小選挙区制という選挙制度のもとで、 And there's our friends mobilizing. There's more of them planning, as you can see there. Making plans. What are they going to do about it? これはね、今後ももし続けるようなことがあればですね。 国民の怒りは両言のように広がりますよ。いいですか？安倍内閣の支持率はね、すぐに20%台、10%台と、凋落して、かつての森内閣のようになるんですよ。あの支持率は何%だったんだ？11%か12%まで落ちたじゃないですか。いいか？そこをよく自覚しなさい。 皆さん、バカどもに、理を解いても、本当に通じないです。私もこんなね、口汚く罵倒したくない。しかしね、本当にひどいですよ。いいか、政府・与党のやったことは民主主義を頭から否定したんだ。国民の民意を踏みつけにした。私は5日の夜、6日もそうだけど、 自分の頭をね、泥増しで踏みつけられたような気分になった。そして何よりね、私が思わずもらい泣きしそうになったのは、強行採決の時、ここにですね、あの瞬間、合図があったんでしょう。機動隊員がずらりと並んだ。ここをまるで封鎖するかのように、バリケード築くように並んだんです。あの時に、ここにいたみんなは、一つになって行動したんだ。 採決撤回だと絶対許さない。その時にね、泣いていた機動隊員がいましたよ、若い機動隊員が。一生懸命涙がこらえてたけど、泣いてましたよ、そういう方がいた。私はそれを見てね、やっぱりね、それは機動隊といえども人の子だし、それはね、心の中であるね、私たちと連帯できるという、そういう人もいるんだってことをね、私はここに確認できた。それだけですね。 国民の怒りが広がっている。それがまた伝播しているということですよ。皆さんいいですか？議員の皆さんいいですか？宗教者がね、アピールなしてるでしょ。今、4500人を超える宗教者が、秘密保護法反対のアピールに賛同している。そのアピールの中ではこう言ってる。国内外の世論に背を向けた、本当に恥だ。恥だと言ってる。 恥の塊なんですよ、今やらせてやったことは。そして私は民主党というのは第二自民党だと、ずっと前から言っていた。実は政権交代の時から言っていた。私は友人に、どうせ第二自民党になるだろうと言っていた。しかし今回の参院民主はよく頑張った。これは評価したいと思います。福原議員はじめ、 何ですか、神奈川の、女性の民主党の議員、牧山議員もよく頑張ってた。庶民目線で追及をしていた。そしてまあ、退場したけれども、反対票を通した。いいですか、衆議院ではブラブラしてましたよ、まだ民主党は。どっちにつくのか、修正協議に乗るのか乗らないかで、ヒヤヒヤして、私も、 海江田さんのところにも電話をしたこともあるし、ファックスも送りましたよ。皆さんもそうでしょう。しかし、はっきり反対の意思表示をした。いいですか？
野党共闘、ぜひやってください。野党の皆さん、廃止法案出してください。そして一緒に署名運動の取り組みましょうよ。必ず廃止に持ち込みましょうよ。皆さん、いいですか。国会、そしてこの1月のまた冒頭ですか、国会の初日には国会法違デモをやると、日比谷の実行委員会は言ってますよ。日比谷でやった実行委員会、名前変えたみたいです。そのですね、まあその日を待たないで、待たなくても、これが世論で本当に安倍内閣を包囲して、そしてですね、必ずこれを廃止にするという展望を、もう私は開けてると思うけど、本当に開けていきましょう、開いていきましょう。皆さん、頑張りましょう。共謀罪、それだけじゃない。日本版 NSC、 それだけじゃない。この集団的自衛権、それだけじゃない。国家安全保障基本法、もうこれだけでなければその先に戦争があるに決まってるじゃないですか。この国を守るために軍備増強するんじゃないんですよ。アメリカの結婚を叶えるために、アメリカの経済を立て直すために、日本人が戦場に行かなきゃいけないっていう現実、もうすぐそこまで迫ってるんですよ。自衛隊員を殺すだけにはいかないんですよ。自衛隊員を死なすだけにはいかない。そしてここにいる皆さんの大切な人たちを戦場に送り込まなきゃいけない。これは完全にファシズムとの戦いなんですよ。だから法案を取った後も、そして頼ってね、こんな気温が下がってる時も諦めずにここに足を運んでる。別に来年から始めりゃいい話なんですよ。でもそういうわけにいかないと。ねえ、嵐が過ぎ去ったと言われてたまるかと。これからだってことを皆さん声上げていきましょうよ。Oh.
Yeah.